はい、こんにちは、ゼロです。先日ですね、休みの日にまた相変わらず風景写真をね、撮って歩いてたわけなんですけど、今回ですね、まあ、いつも行く公園なんですけど、撮って歩くときにですね、モノクロに限定して、写真を撮るという、ことをちょっとやってみました。はい、まあ、紅葉の時期も終わってですね、こう色鮮やかな風景がこう、なんだろう、見にくいというか、見にくいって言っちゃうと言い方変ですけど、こうね、現れにくい、こういった風景でね、まあ、一つ楽しみというかね、こういったモノクロで撮ってみるっていうのも、まあ、時期的にはまあ、ありかなというところで少しチャレンジしてみました。はい、まあ、それでですね、まあ、別にモノクロ写真撮るのは別に初めてではないんですけど、やっぱり難しいなというのはなんか改めて感じました。はい、でなんでそんなに難しいのかなっていうのを結局撮りながらね、まあ、考えていたりもしたんですけど、要素としては結局その三原色が二原色になるということですよね。でそれだけでこんなにも難しくなるのかというところがですね、まあ、すごく実感としてあってですね、こうカラーで写真を撮るっていう時はですね、こうなんかこの色っていうところの変化ですよね、これも当然写真の表現として含まれるので、そこの部分でこう見る時に、この写真の側から訴えかけてくるものがあるっていうのは、その分情報量が多いような気がするんですよね。でそれがモノクロになってくると、その色鮮やかな部分っていう、この情報量の多さの部分が、スポイルって言っちゃうと足りないぐらいですよね。その部分がこうなくなるというか減らされるんで、純粋にこの写真の光のこの表現っていう部分が、こうよりこうクローズアップされて、この写真としての一枚に、現れてくるっていう感じなのかな。なのでこの、光がどういうふうにその被写体に対して当たってるのかとかっていうところがよりこう鮮明になって分かるというのかな。これちょっと表現が難しいんですけど、単純にこう、色鮮やかなカラーでのこのいわゆる映えみたいな感じですよね。そのカラーでこうガンと訴えてくるものが白黒になるとその手が通用しなくなるというかね、なんかこう今までこのカラーで、ね、自分で写真撮って、あ、綺麗だなって思ってたものが、なんかこうその色鮮やかさによるごまかしのような、気にもなってくるっていうぐらい、モノクロの表現っていうのがすごく難しいなと思っていて、それがね、この前その公園でモノクロ写真っていうのを撮って歩いてた時にですね、1枚撮るたんびになんかすごくそれを感じてたんですよね。単純にこのカラーで写真を撮ってた時のような感覚で、単純にモノクロとして写真を撮っていくとですね、物足りないんですよね。この写真の中に訴えかけるものとして込められてる量っていうのかな、それカラーの時はその色鮮やかさっていう部分を含まれた感じで、その訴えかけてくるものという形で写真の中にこう収められてるような気がするんですけど、モノクロになるとその部分がどうしても足りなくなるんで、実際に同じ感覚で撮っちゃうと物足りなくなるっていう感じがあるんですよね。なので本当になんか難しいなと思っていて、モノクロで写真を撮るっていうのが、もちろんこのなんていうかな、モノクロが似合うシチュエーションっていうのがあるにはあるんですよね。なのでまあ普通に今までも風景写真をバーって撮って歩いていて、あ、ここはモノクロで撮った方が雰囲気出るなとか、いい感じになりそうだなっていう時はもちろんあったんですよ。そういう時はまあモノクロでバシッと撮ったりもしてたんですけど、あえて全部モノクロで撮っていこうっていう風になると難しいなと思いましたね。
で特にこの完全に火が上がってしまった時に、取って歩くっていうのが極端に難しい気がしたんでしょうね。まあ、私の場合は比較的明け方朝方にこの、行くっていうのが結構好きなんで、で暗いうちから少し取り始めて、で火が少しパーって出てきた時にそこの火の差し込み方っていうのも含めて写真を撮るっていうところを、まあ、今まで比較的やってたんで、まあ、そういったところ、その光がこうパーって差し込んでスポットライトみたいな形で当たってるところをモノクロ写真で撮るっていうのは、すごくこう表現って言っちゃうとあれだな、このモノクロ写真を撮るシチュエーションとしてはすごく撮りやすいシチュエーションなのかなっていうのは、ちょっとねこの前行った時の、感じでは感じましたね。なのでまあどうなるかな、これモノクロに関してはこうなんか写真を撮る技術的な部分、スキル的な部分とはなんか別のものもなんかまた必要なのかなっていう気がするんですよね。この論理的な例えば構図であったりとか、そういったところではなんかこう補えないようなスキルっていうのかな、なんかそういったものがなんかモノクロで写真を撮っていくってなった時の、スキルとしては必要なのかなっていうのを少し感じましたね。なんでこんな極端に難しくなるのかなと思って、一応ねなんかさっきも話があったかもしれないんですけど、まあ、風景写真とはいえですね、まあ結局私の場合もいろいろ被写体は切り取って撮影するんで、ね、あこの被写体っていう、まあ、もちろんメインとなる被写体があって、切り取る形で写真は撮るんですけど、それを同じようにモノクロでやったとしてもなんかねいまいちこうしっくりこないっていう場面が結構多いんですよね。やっぱなんか難しいんだよな、これやっぱりなんかコツがあるんですかね、もしくはなんだろう、モノクロで縛って撮っていくっていうやり方自体が間違ってんですかね。なんだろうな、単純にそのカラーでいい写真が撮れるっていう、自分が満足できるような写真を撮れるっていうようなスキルを磨いていったとしても、それがそのまんまモノクロ写真を撮った時のスキルとしては、そのまんまの形ではなんか通用しないようななんか気がしますね。いや難しい、これはモノクロはモノクロでまた別のなんか修行が必要かなっていう気がしました。はい、なのでまあ一応今回ね、Z7 と MC-105mm 撮ったモノクロの写真ね、これをまあ大変恐縮なんですがちょっとご覧はいただいたんですけど、まあ、こんな絵が撮れるよって形で、ね、参考程度に見ていただければいいと思うんですが、これはねまだまだちょっとモノクロに関しては修行が必要かなと、はい、思いました。はい、ということで、今回はですね Z7 でモノクロチャレンジしてきたというお話でございました。はい、ということで今回の動画終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。